いつもご視聴いただきありがとうございます。恋愛アドバイザーの津崎まみです。この動画が少しでもあなたの役に立てれば嬉しいです。ということで今回はね、女性とね、いい雰囲気になれへんとか、友達っぽい感じにはなれるんだけど、色っぽい感じにならへんとか、まあそういうご相談いただくんですよ。それの原因が何やろうって考えた時に、もちろんその雰囲気作りが下手っていうのはあると思うんですけど、もう一つ、ボディタッチがちょっとですね、うまくいってないっていうこともあるのかなというふうに思ったので、今回はねボディタッチについてお話をしようと思います。いい雰囲気になるためにはねボディタッチ大事かなと思うんですけど、中にはね触られるの嫌がる子とか、あとセクハラになることをね心配される方とかいらっしゃるんですけど、思ってる以上に女の子ってボディタッチ好きというか、結構その女同士って触ることに対して抵抗がないとかみたいなところがあるので、意外とね大丈夫な子の方が多いかなというふうに思います。かといってね、嫌がってるのをね無理やり触るとか、あとはまあ誤解されてしまうとかね、気持ち悪い人というふうに誤解されてしまうとかっていうのは良くないので、まあ、そのあたりはもちろん見極めは必要なんですけど、まあ、必要以上に怖がることないのかなと、まあ、どうやったらですねこうボディタッチいい感じでねしていけるのかみたいなお話をしようと思います。ということで、女性をその気にさせるボディタッチ&スキンシップのコツ、一つ目が近くに座ることです。やっぱりね、遠くから手を伸ばすよりも近くにいて自然に触れ合う方が、やっぱ自然ですよね。だから、できるだけね、物理的に近くに座るっていうことが大事です。今までね、過去に出した動画で、まあ、その対面に座るよりも横に並んで座りましょうっていうね、まあ、動画出させてもらったんですけど、それでこう自然にね、こう肩と肩が触れ合うみたいなことをですね、すると、どんどんですね、こう物理的な距離が近ければ近いほど精神的な距離っていうのも近くなっていくし、あなたに対して触られるっていうことに抵抗がなくなってきます。だからね、対面の席よりは横並びの席っていうのがおすすめです。ただしですね、横並びの席であってもお互いの間に相手がカバンを置くとかっていうですね、ちょっとこう、まあ、ブロックするようなですね動きをするとかですね、あとはこう体をちょっとできるだけ外側にずらして触れないようにするとかっていう場合は、あなたに対して生理的嫌悪感を感じているわけではないんだけれど、触れ合いたいって思うほど信頼していないというか、まだまだ警戒心を抱いているということなので、無理やりね、壁を作られてるのにそれを越えて触れに行くっていうのはやめた方がいいです。あとはね、女性の膝の上にカバンを置くという場合も、ちょっとですね、まだあなたに気を許していないというサインなので、その場合ももっともっとですね、こう会話をすることによって、距離とか信頼関係っていうのを作ってから触れるようにしてください。そして二つ目が、いやらしさを感じさせないことです。どういうところでいやらしいと感じるかっていうと、触る必要ないのに触ってきた。あるいは、そっとしたタッチではなくて、ぴったり触ってくるとか、あとは、さするとかですね。まあ、それがね、なんかこう、例えばね、戻している背中をさすってあげるっていうのと、何にもないのに背中さするとか、肩揉むとか、やっぱり気持ち悪いって思われてしまう可能性があるので、そういうね、ボディタッチではなくって、最初は自然に当たったみたいなぐらいがいいかなと思います。あとはね、これはもちろんなんですけど、太ももとか腰とかですね、そのあたりもあんまりね、触られたくない、その好きな人じゃないと嫌がるっていうタイプがもうやっぱ圧倒的に多いので、できるだけ体の中心部分から遠いところの方がいいかなと思います。肩とか背中はね、自然と当たってしまうっていうことがあるんですけど、でもその場合は手ではなくって肩同士でぶつかるとかの方がいいかなと思います。自然に触れるなら相手のね手ですねがいいかなと思います。頭ポンポンはね結構ね、嫌がる子多い。髪型が崩れてしまうっていうので嫌がるタイプもいるし、好きな人じゃないとされたくないっていう方もいるので、例えば相手が泣いていて、で、それを慰めるために頭撫でてあげるとかだったらありだと思うんですけど、何にもないところで、頭ポンポンはちょっとですね、寒い空気が流れる可能性があるので、やめた方がいいかなと思います。
そして3つ目、手や指先を褒めて触れるです。まあ、さっきのところでもですね、手の方がいいんじゃないですかって話をさせてもらったんですけど、手だと、そんなに抵抗なかったりするんですよね。触れ方なんですけど、まずは、指を褒めるとか、あるいはネイルしてる子だったらね、ネイルを褒めるとかですね。で、褒めて触れるみたいなのがいいかなと思います。手相を見れるとかも、結構ね、自然に相手の手を握ることができるので、トランプとか、マジックとかよりも手相見れるの方がですね、で女の子って占い好きなので、なんかそっちの方が自然にね手触らせてくれることはあるかなと思います。その占いって大体こうええことを言ってくれるというか、ネガティブなこともこうポジティブな言葉にね変換してこう伝えたりとか、いろいろその辺はテクニックあると思うんですけど、あるので占い師のこと好きになってくるんですよね。なんでかっていうと、その時間全部自分の話をしてくれるからですね。だから手相を見るっていうのは、手を触るプラスその占いの要素によってあなたのことを好きになる可能性があるので、嫌いじゃなければね、ちょっとこう勉強してみるっていうのもいいんじゃないかなと思います。そして4つ目、手をつなぐです。結構ね、キュンとするポイントとしてね、デート中にね、人混みではぐれそうになるような時ってあるじゃないですか。その時にちょっとはぐれそうやから手つないでもいいって言われると、結構ねキュンとするんですよね。これね、何もないところで手つなごうとか、あるいは何も言わずに手握られるとか悪くはないんですけど、だけど、女の子ってね、言い訳が欲しいんですよ。手をつながなければいけない状況とかの方がやっぱ安心して手つないでくれるんですね。プラス何も言わずに手つなぐって、男らしいんですけど、それって相手の女の子からある程度ですね、好感触というか、自分に対して好意あるんやなって思う状況じゃないとちょっと難しいと思うので、こっちとしても下心あって手つなぎたいっていうんじゃなくって、人混みやし心配やからみたいな感じで手つなぎに行くと、こっちも言い訳しやすいし向こうも乗ってきやすいっていうのがあるので、結構ですね、人混みで手つなぐはね、そのキュンとさせることもできるし、結構おすすめかなと思います。5つ目、慣れてない感じが大事。特に、ワンナイトを狙うんではなくって、いい関係をね築きたい、今後付き合いたい、本命になりたいみたいな感じだったら、このね、慣れてない感じっていうのが超重要になってきます。やっぱりね、こうボディタッチをすることによって相手の警戒心とかもですね、解けたりとか、もっともっと仲良くなったりとかっていうのはあるんですけど、だけど無理やりしているとか、あとはすごいチャラく慣れた感じで来るとかっていうのは遊ばれるんちゃうかなって思うんですよね。だから開きかけてた心が急にね閉じたりします。でそれでね、相手の女の子がね勝手に誤解してね引いていってしまうっていうこともあるんですね。だからね、すっごい慣れた感じよりも手が触れてしまってね、ドキッとしたみたいなですね、ちょっと照れてるみたいな方がキュンとねするんですよね。そこまで自分自身でパフォーマンスとしてねできるんだったらそれが一番いいんですけど、できない場合でも好きな人に対してこう触れるとねドキッとすると思うので、あんまりねそれをこう作ろうというか、無表情を装うとか何でもないふりをするというよりは、照れてる感じをむしろ出した方が好感度高いかなと思います。それからね、ボディタッチをしてくるかしてこないかで、その男性の誠実さっていうのを見るタイプの子もいるんですよね。ここがね、ちょっと見分けるの難しいところなんですけど、恋愛に対して慎重なタイプとか、奥手なタイプとか、あるいは遊び人とめっちゃ付き合ってて、で次は本気で自分のことを大切にしてくれる人と付き合いたいと思ってるタイプの女性とかっていうのは、簡単に人に触れてこないから誠実みたいなですね、そこでこう誠実さジャッジしようとしたりするんですね。だからある程度こう男性慣れしていて軽いタイプの女性だったらそんなことないんですけど、慎重になっている子とか、あとは恋愛に、刺激を求める子だったらいいんですけど、安定を求めるタイプとかだったら、あまりですね、積極的に触ろうとせずに、数ミリ、こう肩と肩の間を数ミリ開けるとかですね、触れてんだか触れてないんだかみたいな、それぐらいのニュアンスの方が逆にねドキドキさせることができたりとかするので、無理して絶対に触った方がいいということではなくって、できるだけ物理的に近づけると。
だけど無理してですね、無理やり触ってきてるみたいな感じは出さないっていうですね、ちょっとそこが結構ですね、相手をときめかせるポイントになったりします。ということでまとめです。今回は女性をその気にさせるボディタッチ&スキンシップのコツをご紹介しました。まず一つ目が女性の近くに座ることですね。そして二つ目がいやらしさを感じさせないことです。で三つ目が手や指先を褒めて触ることですね。で四つ目が手をつなぐこと、そして五つ目が慣れてない感じが大事だよっていう話でした。この動画が少しでもいいなと思っていただけましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。この動画の感想もコメント欄に書いていただけるととっても嬉しいです。すごいモテるタイプの女性とか、あと恋愛をゲームみたいに楽しむタイプの女性とかっていうのは、この人自分のことを好きなんやなって早い段階で分かってしまうと、そこで冷めてしまったりするんですね。だからね、こういろんな男性をとっかひっかい付き合ってるようなタイプとか、まあ慣れているタイプの女性とかだったら、あまりこう直接触らずに近い距離にはいるんだけれど、触りそうで触らないみたいな、そのもどかしさみたいなのをですね、楽しみとして、まあ、提供するっていうのも大事なんですよね。まあ、ここがね、なかなか難しいニュアンスではあるんですけど、無理して触らなくてもいいです。だけど、雑誌のね、袋閉じみたいな、開けやな分からんみたいなのってやっぱみんなドキドキするんですよね。だからそれと一緒で、この人自分のことどう思ってるんやろ、なんか好きそうやけど、でも好きじゃないかな、だけどパーソナルスペース近いしな、どう思ってるんや、友達なんかなみたいな、ちょっとこう不安に思わせるというか、あなたのことを家に帰って、まあ、持ち帰ってね検討するみたいなのがですね、あの相手の中で恋心を育てるきっかけになったりとかするので、ボディタッチをすることで雰囲気は良くなるんだけれど、だけどやりすぎは禁物なんですよね。で特にその、過去にね、私ワンナイトをするためのですね、ワンナイトというか、まあデートの後ホテルに行くためのボディタッチのコツっていう動画をね出させてもらってるので、もしね今日決めたいっていう方はね、そっちの動画参考にしてもらいたいんですけど、そうじゃなくって時間をかけてもいいよっていう方はですね、触りそうで触らない、いい感じなんやけど手出してこうへんみたいなのをですね楽しむっていうのも、まあ、結構ねテクニックとしてはありというか、その方が長くいい関係を築ける。でこっちの失敗とか、あとはこう弱点とかも目つぶってくれるようなですね、しっかりとした絆を築けるっていうこともあるので、まあそういうのを楽しむみたいなことができるといいのかなとは思います。まあ、よかったらね参考にしていただけたらと思います。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。